とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、このクエストに行ってみようと思います。ここ、カボチャ草原のデイリーチャレンジ1。まあ、1なんですけども、プレイヤー HP が 75% 減少するクエストですね。まあ、最難関と言われてるやつですね。1だからそうでもないかもしれません。装備はこれでいきます。久しぶりだね。誕生と終焉。エンチャント若干変えてみました。リフレッシュ、クリティカル、重力、追い打ちですね。もともと吸血と虚無がついてて、かなり強い武器なんですけども、これ、羽用じゃなくって、ベタ足用に、カスタムしてます。プラスでウィザーアーマーとハープクロスボウ。アーティファクトはエリクサーのカバンにドラ。で、キノコですね。さあ、いけるんでしょうか。行ってみます。それでは行きましょう。75% 減少クエスト。これが本当に難しいんだ。行きます。しかも、羽はなし。羽なしです。OK。でもまあまあまあ。いける分にはいけるか？やっぱりね、耐久力が半端じゃないよ。うん、全然違う。おっしゃ。倒しさえすれば、おー、危ねえ。なんとかなる。うん。問題は、急いで倒していけるかどうか。そこですね。じゃあ、あと倒す順番ね。エンチャンターをまず倒さないと、話にならないだろうし。反対か。うんうん。やっぱりね、この吸血と 6% 吸収、相性がいい。素晴らしい。OK。で、火力がね、もともとかなりあるやつなので、問題ないですかね。まあ、問題はあれか、旗を取ってからだ。旗を取って、それからいけるかどうかですよ。まあ、もちろん旗は全部探していきます。ここは、まあ、6本はないにしても、数本は必ずあるはずなので、期待しといてください。どういうのが出る？やばい奴らがいる。防護服だし、しかも。嘘だろ、これ。おーし。さすがに防護付きであれはきついって。よし、オッケー。で、こっちはなんだこれ。もう、ああ、もう霊気はやめろ。本当に霊気は戦いにくくなるから。こっちは、いや、いないか。こっちは違うよね。強制戦闘まで来てまーす。うん、吸血がついてるんで、ある程度減っても一瞬で回復するね。全く問題なく。だからエンチャントの敵が来ない限り、まあそうそうやられることはないよね。うん、エンチャントの敵でもう超火力のやつとか来たら結構ピンチになるかもしれないけども、それ以外のただの雑魚だったら別になんてことないね。まあまあ、さすが。さすがかな、この装備は。うん。一瞬で回復する。うん。やっぱ DPS がね、一番高いっていうことだけはある。うん。まあ、リーチが短いのがね、ちょっと問題なんだけど。そのリーチにさえ慣れてしまえば、いいよね。強い。おお、いた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 。OK。ノックバックがきついね。待て、まずはちょっと待って、ザコを倒させてくれ。よし、もう取らせて。脅威ね、脅威1です。こっちはエンチャンターだけか。まだいるよね。せめて神秘3は欲しいな。えぐいのちょっとついてほしい気がするんだけども、出てきてくれるかな、他は。嘘、マジか。もう最後だわ。脅威1だけか。
しょっぱかったな。いや楽勝すぎ楽勝すぎ。いや前もっとなんかこの 75% クエはきつかったと思うんだけどね。まあまあ今回は1だったっていうのもあるし、旗がほぼなかったっていうのが原因かな。ぬるかったな。いやいやいや、これは余裕でしょう。これは OK。 はい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 、多分デイリー3だったら、いやこんなんじゃないもんな。うん、全然敵の攻撃力とかが違う。うん、こんなもんじゃないもん。終わりいや余裕すぎ、楽勝すぎでしょう。はい、まあ、とりあえず、クリアしました。 75% HP が減少するクエストですね。誕生と終焉、そしてウィザーアーマー、まあ、この2つがすごくいいよね。吸血で HP 回復するし、 6% でも吸収する。まあ、どうしてもピンチになるとハーフクロスボウを打ったりしても 6% で吸収するので全然安定しますね。余裕でした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。